皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。この動画まではこの声になっちゃいます。ごめんなさい。今回メデューサの激レアフル完全極体コープス装備やっていきます。で、ちょっとこの声は聞きたくねえなって方はね、申し訳ないですけどメデューサだけ見たいって方はミートにしてください。というわけでやっていきます。といつもよりも口数が少なくなっちゃうかもしれないんだけどまあ少しずつ治ってきたっていうか、ちょっとだけ喋りやすくなってきたね。喋ってると治るかな、どうなんだろう。ね、喉ね、そこまでなんか炎症してるって感じではないんですよね。普通に喋ってめちゃめちゃ痛いっていう感じではなくて、なんか喉にとんでもなく違和感があるなってのと、いいよいいよ、メリュー行こうか。ここの中型戦はやったね。うわ、呪いだ、呪い嫌だね。何が出てきたのか全然見えない。上にキャラいないよね、多分。ここはしっかり押さえて、このコラボ猫もプリキュアいるから大丈夫じゃん。で、このシマリスはね、メルで押さえればいいかな。ロボガンも体力あるから、特に問題なく、砦は取れる。デビルの即死だけちょっと怖いんですが、まあ問題なしと。これメデューサ流そうか。これメデューサの流しても結構強いんだよね。さあ、プリキャ下行っちゃったんで、こっちにプリキャ行って取り手削りましょう。これ取り手削るのマジで優秀すぎるだろ、プリキャット。本当に使いやすくなってるよね。取ったね。プリキャ強いね。本当にいいキャラ乗ってる。おお、サボテンが即死入った。入るのはしてたけど、入った。さあ、メリュー出して、裏技剣士置いて。ここから負けることはないでしょう。デビルの即死が、おお、プリキャが無双してる。コープス装備のね、この目からのピューンってかっこよくない、これ。紫。なんか、怖いよね。ありがとうございました。はい、それではね、やっていきましょう、続いて。メデューサのコップス装備、大型固めたいな。そういえば今固められそうな大型がちょっと怪しかったから切らなかったんだけど、石化中にガオーの凍結入ったらどうなるんだろう。上書きされちゃうのかな。凍結で石化溶けるのかな、わかんないんだよな。石化中に麻痺とか入ると石化溶けるじゃないですか。補欠はどうなんだろう、重複するのかな、バイキンみたいに。取れなかった、まあいいや。大砲合戦めんどくさくて。さあ、チビピク、チビピク強すぎだろマジで。なんだこいつ、だいぶ化け物だよな、やってること。チビグリももう一回切っちゃおう。あ、どっか行っちゃった、魔導騎兵。チビグリどっか行っちゃう、よくないこれ。もういっぱい攻撃が出てるから修理がそろそろ終わるんじゃないか。修理終わったら多分、うん、ピクシーダンス強すぎて。てか今思ったけど、これメデューサでよくない？固めちゃった、やった。これ固め確定なんだよね、このなんだっけ、魔導騎兵って。あー、ゲームセットだ。メデューサが強すぎる、メデューサが強すぎることはわかる。
マジで強いな、こいつ。こいつも固めちゃおうかな。あー、強すぎる、メデューサが。やっちまってやがる。完全にやらかしてる、メデューサ。もう、ガオー切らんくていいかなと思っていっぱい切れちゃった。ていうか、今気づいたけど、これ、相手、アビユキンコだ。でも関係ない。ここ倒して、取って、メデューサが強すぎるだろう、これ。OK。ありがとうございました。はい、それではね、3戦目いきましょうか。メデューサがちょっとぶち壊しましたね。ゼウスも、メタガも、ユキンコも、すべてを固めて、もうすべてが滅ぼされてった。本気でやばかったね。メデューサね、アビさんとか、ニジバッチだと、マジで鬼強い。ただ、裏引きのバッチなしは、ちょっとだけ悩むところって感じかな。弱くはないし、裏技もあるんだけど、どうしても不安定。やっぱスキル、打たせるのに、2体重ねしても打たないことある。裏引きのバッチなしは。ただ、裏引きの、バッチありとかはマジで強いし、アシュラの無双キャットデミリオ、剣士ずれちゃった。高速偉いな、高速偉いし強いぞこれ。頑張れ。 OK、 チビトラ倒した。ただこれアシュラが、アシュラ使いたくないな、これ。3体重ねちゃった。こんないらん、絶対に。2体でよかった。ごめんなさい、過剰にやっちゃった。しかも固まっちゃった。これダメだ。出なことした。やりすぎ。もうちょっと丁寧にプレイしましょう。剣士は弾いた。ガオも来てくれたけど、そう、狩られちゃうよね。これ倒してくれるのはありがたいんだけど、わ、死にきってないで、どうしようかな。固めて、あ、強めデューサー、どうしようかな。ここはメデューでやれると思うんだけど、あれ取られちゃった。これ多分剣士で倒せるんだよね、グルドラ。ダメージ入ったね。よいしょ。というわけで落ちないかな。もし点差勝利、ありがとうございました。はい、それではね、ラストいきましょうか。メデューサは強いっすね。ちょっとメタドラで押し込んじゃって、ロブやれなくなっちゃって、相性悪かったけど、てか切りすぎちゃった。3体も切ってコースなくなっちゃった。行こうか。レドガみたいな、まあ、ゼウスが苦手だけど、メディでやれる。ただブルドラとかになっちゃうと、ブルガンになっちゃうと、メディで固まりづらかったり届かなかったりするとかするから、そこだけちょっと悩みどこだけど、ゼウスは問題ないね。お呼びですか。あと早めにレドガ切って、相手が引き込んで、そのレドガを倒そうとしても、こっちメディ重ねでそれをカバーすることもできるよねっていう感じではある。どうかな。ここ打って、剣士もう一回追加すればいけるでしょ。チビピク、イフリートめっちゃ早いね、相手。なるほど。ここはもうレドガでいい気がする、こんだけいっぱいになったら。うん、全然スキル打たないね。どうした。
うん、そこはなんかなんとかしてほしいんだけど。待って、全然画面見てなかった俺。固めればよし。結果論取られちゃった。こいつ嫌だな。あ、メリサ切りすぎちゃった。なるほど、どうしようかな。あいつ触れたね。ああ、これはこれでやれるかな。帰りやった。これがを削られてほしいんだけど、無理かな。策敵できないかな。これが狩られてもいいんだよね。コラボ猫出したいな。まあ、多分負けることがないから、ガオを狩られてもらおうか。あ、剣士に反応して殴りに行ってくれた。ラッキー。じゃあ、ちびっこ切らなくて済んだわ。大型全部固まったわ。マジでメデューサ強いね。アビさんと虹はバケモンとさっき話したけど、本当にバケモンだ。コップス装備、激ライフルでした。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。メデューサの激レアフルでした。いかがでしたでしょうか。強いですね、リーダーは。あとは虹バッチ。まあ、虹は今回引かなかったけど、あのリーダーだったから。そう、リーダーはマジでバケモンだなって思いました。アビさんの効果がそもそもすごくて、攻撃回数が増えて、スキル発動率、攻防、HP が大きくアップするっていう、なかなかにバケモンなんですよね。まあ、安定してスキル打ちまくるみたいな。大型戦とかも基本負けないみたいな。全部こいつがいるだけでなんとかなっちゃう。なんならそのアマゾネスとかで大型戦重ねるよりも、この子がいた方が、安定し取りできちゃうみたいな、そういうレベルまである。まあ、シマリスとか、ネボボとか、フェアリーとか、プリンセスとか、まあ、特にプリンセスが一番嫌だから、そういうのが来ちゃうと、ちょっと状態以上の恩恵受けづらくなって、負けちゃうこともあると思うんだけど、そういうの来なかったら、まあ、無双できるよねって感じですね。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。